それでは一般質問を行います昨日まで井上委員から新型コロナワクチン接種副反応への対応について、玉本委員から精神障害者のふれあい交流サロン等居場所問題について、河合副委員長から精神障害者の医療について、それぞれ一般質問の申し出がありました。そこでお申し出いただいた項目を踏まえ、先ほど申し上げた順に、それぞれ通告になった質問と関連質問を行うことといたします。 私次にあたっては所管事務の範囲から外れないようにお願いいたします。それでは一般質問を行います。まず新型コロナワクチン接種副反応への対応について井上委員どうぞ。井上委員。えー。 とあの副反応への対応についてです、ねあの、厚労省の方で救済制度っていうのが設けられておろうかと思うんだけれども、ちょっと概略を説明いただきたいと思います、はい、吉田医療衛生推進室担当部長。はいえー、予防接種に対する、えーま、救済制度についてでございます。 予防接種につきましてはあの、感染予防に非常に重要なものでございますが、どうしても接種の後に病気になるなど、健康被害が起こることがございます。極めてまれですけれども、まああの、こういったことがなくすことができないということで、国において予防接種後、健康被害救済制度というものが設けられております。新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合も、予防接種法に基づき、医療に要した費用や、障害が残った場合、障害年金の給付等の救済が受けられることになっております。 これらの救済につきましては、対象となる方が市町村に申請をされまして、市町村が国に進達をし、国のほうで認められれば、市町村の方から申請者の方に給付を行うことになります、以上でございます井上委員。これね、あの今年の4月25日の日付の京都新聞なんですけども、えー 救済制度があると、市町村や国の審査を経て、うんぬんと書いてあるんだけども、市町村もこの審査する一億を担うのかどうかねあ、この新聞の表現によると、そういうふうに読めちゃうんだけども、このあたり、えー、京都市の役割っていうのはどんなもんなんでしょうか吉田担当部長、はいえー。救済制度における、ま、審査の市町村の役割についてでございます。 えっと今申し上げましたとおりあの市町村の方で申請の方を受けまして国の方に進達するんですけどもあの議員からございましたとおり市町村において設置をします、まあ、調査委員会というものを設置をしましてこれらのワクチン接種に伴って生じた健康被害がワクチンによるものなのかそれとも偶発的なその他の原因によるものなのかというようなことを一定審査をさせていただきまして その上で国の方にご報告をするという形とあと接種後4時間以内に発症をして、えー、接種日を含めて7日以内に治癒したものにつきましてはこういった審査委員会調査委員会を経ずにです、ね、国の方に診察できると、まあ、2つのルートがありまして、まあ、あの市町村の方で審査するものと、まあ、審査を経ずに国の方に診察するものがあるということでご理解いただければと思います。井上委員 それで、まあ、あの私が相談いただいた方の実際の話を紹介しますとですね、えーまあ、打ってもらった直後にいろいろ痛みがあったけれどもすぐにそれが収まらなくて、えー、ずっといろんな体調不良状態が続いていると、まあ、こういうことなんですけれども。それであのー 医療機関いくつかずっと行ってらっしゃるんだけどもねなかなか治癒しないっていうか回復しないっていうか、まあ、こういうケースなんですけれどもあのそういう場合にあの、まあ、ワクチンに対する知見を深く持っていらっしゃる医療機関というか。 研究機関も含めてですね、まあ、市で言えば公立病院一律病院なんかがそういう役割かなと思ったりするんだけども、まあ、民間でもいろいろ研究開発されているところもあろうかと思うんだけどもより専門的なところでその体調の回復っていうことについて治癒診断問診含めてですね対応していただけるような医療機関が あないだろうかっていうのが当面、まあ、ちょっと体早く治したいっていう願いから来てる当座の救済制度とはまた別のですね、えー、問題として浮かび上がっているとこのあたり、えー、この副反応症状を治癒するためにね、えー、どういう医療機関の方,方向っていうか方面が考えられるのかこのあたりちょっとアドバイスいただけますでしょうかね。 吉田担当部長。はい、副反応等に伴うま健康被害等に関してでございます。えっと、こうしたあのワクチン接種等に伴う副反応等に関するま、特にあの医学的なま治験が必要となるような、まこういった専門的な相談につきましては、京都府の方で京都新型コロナワクチン相談センターというところを設けまして、相談を受けております。こちらの方は36。5日24時間対応で看護師。 であったりあののあり薬剤師の方が、まあ、専門的な知見から対応されているところでございます、えっと、この京都新型コロナワクチン相談センターでは、まあ、個別の医療機関のご紹介というのはあのしておらないんですけれども例えば、医療機関個別の医療機関でワクチン接種を受けられた場合にはその、まあ、接種を受けられた医療機関で、まあ、まずはご相談をいただきたいということと集団接種会場とかそういったところで受けられたのであればあの看護師、この薬剤師が症状の方を伺いましてですね、まあ、地域の内科や 例えば症状によっては整形外科等にご相談するといった助言の方をさせていただいているところでございます。井上委員。まあ、打ってもらったところとは言いながら、まあ、この方の例で言えば、あの集団会場で。あの別に伏見区にお住まいの方じゃないんだけども、どういういきやったのか。あの深草の師匠で。 えー、8月と9月にね2回打っていただいたっていうことなんだけども、まあ、その時もまあもういいんだけどあの看護師さんに打ってもらう直前にいろいろ経過やら事情やらね言うてるんだけどもそのことが必ずしもその打ってもらう あの医者に伝わりきらないまま医者が「あ,あうちもよか」みたいな感じで打ってもらったみたいなことを、まあ、本人の曰くですよ、まあ、ちょっと詳しい経過か分かんないけども、まあ、そういう戦いきさつもあってですねあのいずれにしてもちょっと打ってもらったところでの相談っていうことはちょっと事実上無理じゃないかなっていう気がするわけですで私はやっぱりそのさっき一律病院っていうことをちらっと言いましたけれどもあのー。 やっぱりそういう症状のある方のお話悩みも含めてお聞きしながらねこの問診であったりあるいはそのどういう治療をしたらどういう改善が図られたか図られなかったかとそういう内容なりデータなりを蓄積をしてですねその経過の観察であったりだとかあ今後に生かしていくっていうかあそういう情報を まあ医療機関やら各専門家研究機関等の間で共通認識としてこの蓄積していくことがね今後の,あの治療方法であったりあるいは薬の開発であったりとかですねえまあ僕なんかは個人的にはあの A 関係なんかがねそういう役割の一端になってもらったらどうかなと思ったりするんだけどもいずれにしても その本人さんの症状を治癒、早く直してあげてもらいたいということと、その人だけの問題にとどまらず、副反応なんかが出ている場合にね、今後、どう行政として対応していける、集団的、公的な受け止め方をしていただくのかと、こういう方向が。 まあ一つの事例だけれども、教訓として今後の在り方として求められるんじゃないかというふうに思ったりするわけなんですけれども、このあたり、ちょっと総括的にですねまあ3回目ということも言われているわけだし、どんなふうに今後のことを考えていらっしゃるか、これはいかがでしょう。吉田担当部長はい ええと、今後の、まあ、ワクチン接種、まあ、こういった副反応等への対応についてでございます。あの、まず、あの、井上議員からございました。あの、集団接種会場において。 えーまあ、スタッフの方にスタッフ、看護師の方に伝えておったものが医師の方に伝わっていなかったというご指摘でございますけれども、まあ、こちらの方については集団接種会場あの予診前相談室を設けたりとか、まあ、女子の前に看護師のものが不安のある方のお話を聞いたりとかしているんですけれどもそういったことがしっかりと医師に伝わっていなかったということであれば、えー、そこは連携不足だったということにもなってまいりますあの3回目接種においてはそういったことが起きないようにしっかりと勤、えー、いただく医師スタッフ等と連携できるように努めてまいります。またあのちょっとどう こういった専門機関でこういった副反応治療等のご相談ということになりますけれどもこのワクチン接種後に起こった症状というのがワクチンと同じタイミングで例えば別の風邪とかにかかっている場合とかいうこともございまして正直何が原因なのかが分からないというような状況もございますそういう意味では症状にあった地域の医療機関で受診いただきたいということを府の相談センターの方で看護師薬剤師の方が助言をしているというところでございましてやはり地域の医療機関で診断していただいた後に 専門的、その医療機関、医師の方で、そのふさわしい、適した専門の医療機関をご紹介いただくみたいなことがいいのかなというふうには思っております。あと、ですね治験の蓄積ということについてでございますが、あの厚生労働省において、副反応を疑う事例については、医療機関の方に報告を求めて事例を集中されております。これらの報告については、厚労省の審議会に報告されて、専門家による評価が行われて、どの評価であったり、事例の内容というのは、ホームページで公表されております。あの新型コロナワクチン接種 数が多いので開催頻度も上げて接種もされているところで、あの審議会も開催されているところでございまして、国の方で透明性を持って公表されているというふうに理解しております。以上でございます。井上委員、まあ思えばですね、日本ではね、この予防接種の被害保証を求める集団訴訟の判決が1992年東京高裁であって、まあ国が敗訴したと、まあそれ以後ね、厚労省は 何もしなければ訴えられることはないと思ったのかどうかあまりその積極的にいろんな開発なり研究なりを、ねまあ、しなくなってしまったままずっと何年か過ごしてきたという、まあ、こういう振り返り方をしていらっしゃる研究者もいらっしゃるわけですね、まあ、実際問題国立感染研の予算も削られたし基礎研究への支出も抑制されてきたとあの、まあ、今もまたベッドの削減とかね 本当にひどいことを政府が言ったりしてますけれども、まあ、いずれにしましても僕は、あの今後のためにもね、長期的な対応というか、戦略というか、こういうことが改めているんじゃないかと、公的な、ねえー、蓄積っていうんですか、あのー、ぜひそういうことについても今後とも議論していきたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。終わりまます。この件にに関連して他にございませんか。 なければ次に精神障害者のふれあい交流サロンと居場所問題について、玉本委員どうぞ。玉本委員えとあの先日、心のふれあい交流サロンに携わっておられる方からあのお話を聞く機会がございました。あの精神障害者は 医療機関の受診までになかなか行き着かない方だとかあの周囲の理解がまだまだ得られにくく苦しんでおられる方もあるという中で、えー、心のふれあい交流サロンがそんな方々の居場所や社会や福祉につながる窓口としての、ね、役割を果たしておられるということをあのお話聞いて感じましたで何年か通う中で併設の,あの B 型事業所にやっと通うようになったと。 ような事例だとか医療機関の受診がもう嫌だった方があのやっと行ってみようということになったというような事例もあるというふうにおっしゃってましたで精神保健福祉士が関わって専門的なアドバイスがされているということが非常に重要だなというふうにあのそこのサロンではあのおられるので思いましたしあただあの各行政区にあるこのサロンは規模も運営など なども様々だといいううふうに聞いております13箇所あるわけですがサロン設置の際の基準などはなかったのか補助額も一律なのか規模に応じて出されているものなのかそこもちょっとよく分からなかったのでご説明いただきたいのとで引きこもりの方への対策として、ね、規模や箇所も増やしていく必要があると私は考えますが。 あのこの、えー、と障害者推進計画、保育ープランですけれども、えー、令和5年度までのプランが出てますけど、えー、このサロンに関しては10か、13箇所のまま、1箇所も増やさないという計画で、ちょっとこれ、どういうことなのかなと、位置づけどうなってるのかなと思ったんですけどご説明お願いします徳永障害保険福祉推進室長。 はいあのえー、と心のふれあい交流サロンについてでございます。えー、と今ご紹介ありましたように今市内13か所で、えー、実施をしているところでございます。で、えー、その箇所についての、まあ、基準選定の基準等ですねについてはあの、まあ、特段あの数値的なものですとかそういった基準をもって この事業を実施していただくにあたってあの必要なあの、まあ、場所ですとかスタッフがあの確保していただけるということをもってあの、まあ、実施していただいているというふうなことでございます。えー、それからあの、まあ、プランでですね えーまあ、この現在やっている13箇所について、まあえー、もっと増やしていくべきではないかという、まあえー、とご意見でございますが、えーまあ、現在、各行政区に、まあ、1箇所から2箇所にまあ配置をしておりまして、まあ、そういったところで、えー、とこの居場所づくりについての事業を実施をさせていただいているところでございます。あのーまあ、居場所を につきましてはあの、まあ、あの精神障害の方が通われるその通所施設があの増加しておりましたりとかあの、まあ、精神科のデイケアとかもですねあの普及がしているという中でその精神障害の方の日常生活も拡大しているという状況もございます。えーまあ、こちらのサロン事業について、えー、と現時点で えーまあ、その箇所を増やすということについてはあの考えておりません、以上でございますすいままますすせん失礼しました、えー、と委託料の額についてですけれども、えー、現在ですね、あの固定の経費としまして、おおむね1箇所350万円をお支払いしております。 であの箇所によりましてはあの、まあ、機能強化型ということで、他のサロンへの、えー、スタッフの派遣等もするところについては、えー、それにプラスアルファであのお支払いをしているという状況でございます,以上です玉本委員あの設置の,時のね、あの基準等がやっぱりちょっとあのは,っはっきりしないなというふうに、今のご答弁でもう思いました。 というのはですね B 型の事業所と併設しているところがまあ多いということではあるみたいなんですがサロンスペースとしての保持のためにあの家賃や参加者数や、まあ、増えてきてたり減ってきてたりいろいろありますよね、スタッフもあの B 型の職員が随時対応しているのかまた、えーと、ちゃんとサロンのスタッフとして、えー、毎日きちっと数時間でも配置をしているのかとか。 それぞれ違うと思うんですけどもそれが全部一緒,一緒の350万っていうところではやはりちょっとあの、えー、差が出てきているということがあるのではないかと思っていますで位置づけも非常にあの今のご答弁では他もできてるからここのふれあいサロンを増やす必要はないと考えているというようなことですけども非常に私はあのお話し聞いたところ頑張っておられて。 あの窓口としての役割を果たしておられるなとうう思いましたなのでここはえどう発展してさせていくのかということを考えていく必要があると思うんですが最近、ある事業所の方にその約まあ年間360万ぐらいとおっしゃってましたけど来年度は200万ぐらいに削減したいという打診があったというふうにお聞きしました。 でこれではあの職員をきちっと配置されておられるところなのであの配置が厳しくなってくるとそうするとやっぱり丁寧な相談にとかあの、まあ、来られた方に接するということが厳しくなるというようなことでやっぱりもっともっとこの精神障害というところでの,あのなかなか社会参加が、ね、まだまだ進んでいない中での、まあ、一つの入り口ともいえるあのこのサロンを発展させていくという構えがね とあ,んまあまりにもあのちょっとないなというふうに思うんですが、えー、ぜひ検討していただきたいと思いますし、その200万に減らされて困るという声もあると思うんですが、どのように対応していく予定でしょうか。徳永市長、はい、あのこの事業につきましては あのまあ、現在、本市の,です、ね、あの各事務事業についてすべ、えー、て見直しをしている中で、えー、この事業についてもです、ねえー、まあ事業をあの持続可能にすなものにするため、えー、また、よりあの効果的、効率的なものとなるように、えー、現在、見直しをしているところでございます。 で先ほどご紹介ありました360万から200万円に減らすというところについてはあの、まあ、これまでこの事業ですね、えー、その固定費としてあの委託料をあのお支払いをしておりました、えー、そ,そこをですねあの、まあ、より効果的効率的なものにするという観点から、えー、じあの実施主体の 積極性につながる活動内容に応じて費用をお支払いするような仕組みを取り入れていきたいというふうに考えておりまして固定経費の分については先ほどご紹介ありましたように額は下がりますがそれプラスやっていただいた活動に対して その実績に対して委託料を支配するというふうな形でより実施主体のほうがです、ね、意欲的に活動していただくということを引き出していきたいというふうに思っております。また、これまでやはりその居場所作りというのがこの事業の一番大きなところになってますしそれは今後も変わらないかと思いますが。 まあそれに加えまして、まあ、さらにえその新たなサービスですね、あの訪問をしてのまあ相談などをしていただいたりとか、えー、外出支援をしていただいたりっていう,うなこうな、アウトリーチの活動をしていただいたときにも、それを評価して、委託料の方に反映させていくといったこともあの考えているという風な状況でございます。以上でございます玉本委員 その新たな事業のところではほぼ確定しているのならば資料であの出していただきたいと思うんですけどもあの、まあ、サロンの方の話では、まあ、例えばあの、掘り起こしアウトリーチとおっしゃいましたけど掘り起こしのような、まあ、引きこもっておられる方があのこういうところあるし来ないっていうふう,にこう誘いに行くとか、まあ、そういうことなのかもしれませんけど今、サロンを運営するためにあの人を配置してぎりぎりでやっているのに。 であの固定費は大幅に減らされてで新しいことをするということになるとまたその人をどうするのかということでちょっとその簡単に行く話じゃないんですよね障害精神障害の方をアウトリーチしていくというのは、まあ、専門職であっても苦労しながらやっておられますし、まあ、知識支援センターだとか保健センターの精神保健福祉士だとかとまた医療機関とかね まあ、そういうところともう本当に連携を取って取ってで分担をしてあの対応するっていうことが必要であってサロンの人が突然行って一人なん行ったらなんぼとか、まあ、そういうふうな事業をすぐにやれるというような状況にはないと思うんですよ。そこはねちょっと気丈であの計算するのではなくてサロンのそれぞれの実態だとか あとそのスタッフをどういうスタッフをやっぱり持っておられるのかとでまたあの B 型の事業所をやっておられるということところでの任務との関係であの京都市が提示している事業に本当に行けるのかどうかとかねそんなこともあのしっかり議論してからじゃないと今、突然あの固定費減らされてあとは あの個別の授業でも設けてくださいみたいなやり方はあまりにも強引だと思いますししっかりと各サロンの実態をでそのやっぱ困るところとなんとかやれるところいろいろあるとは思いますがぜひちょっとそこはしっかりと調査もして13箇所の状況を見た上での,あの提案をしていただきたいというふうに思っています。 とりあえずその、えー、と新規の、えー、新たに考えている事業については資料をお図りいただきたいと思います。終わります。うんはいえー、ただいまた、玉本委員から要求のありました資料について、理事者、提出できますか。徳永室長あのけ。検討段階の現時点のものということになりますが、あの提出させていただきます、はいえー。提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。 ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれては、なるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。この件に関連したは、他にございませんか。なければ次に、精神障害者の医療について、河合副委員長、どうぞ。河合副委員長。お会いします。 私も精神障害者の方の話を聞く機会がございました。本市では精神障害の方の医療ということですが自立支援医療通院精神疾科への助成と合わせて重度・重度・心身障害者医療費支給制度や重度障害病人 保健管理費支給制度というのがありますが、この対象があの身体障害だとか知的障害の方に限られているという状況があります。これはあの対象とされていないのはなぜなのか、まず、えー、教えていただきたいと思います徳永室長。はい、あの今、ご紹介いただきました。 重度心身障害者医療につきましては昭和55年に京都府の女性制度を活用して本市でも開始をしているというところでございますでこの当時ですね障害者の概念としては身体障害それから知的障害とされておりまして 精神障害者への,、えー、あの医療費の公費負担制度についてはあの違う法律、えー、精神衛生法に基づいてあの実施をされていたというものでございます、まあ、そのために、えー、その精神障害者の方については、えーまあ、都道府県等の,あの自治体が実施します福祉医療の対象と、まあ、されていなかったということでございまして まあそれ以降あの平成18年にはあの障害者自立支援法ができまして精神障害を含むまあ3障害のサービスの利用手続きですとかあの自立支援医療のまあ一元化が図られたわけでございますがあのまあこの福祉医療自治体がまあ実施をしております福祉医療についてはまあ京都府の制度においても の対象の拡大が図られないまままあ、今日に至っているという状況でございます。以上でございます。川合副委員長はい、あのまあ、各都道府県のところでも対象としているところとそうでないところがあるというのを調べてわかったのですけれども、えー。このね。自立支援医療が通院だけ対象になっていますが、当事者の方のお話を聞くとあの精神。 疾患に限られた精神科に限られた状況だけれども、実際には他の診療科にかかる場合、例えばえ、えー、薬の副作用があったりとか、何、ま、か、あ、歯科などにも、えー、結構その負担が大きいという話がありました、それであの調べましたら、政霊市の中で言いますと、えっと、本誌と,、えっと広島市 という,ふうに当事者の方から伺ったんですが、調べていると秋田市も含めて、3市以外はあの精神障害の方も大抵、精神保健福祉手帳1級の方を対象にされている場合が多いんですが、そこまで拡充をされてきています、で本市でそういったことについて、検討されたことはないのかというふうに思いましたし、やはりあのここまで広がってきている中で、 三。三障害、まあ、一元化書かれたもとでね、実施すべきではないのかと、私は考えますが。いかがでしょうか。ぜひ、あの、当事者や家族の方の声なども聞いて。検討すべきであるというに思います。どうでしょう。徳永市長。はい、あの、今、ご質問いただきました。精神障害の方を。 えー、福祉医療の対象とするしてほしいということについてはあの当事者の団体ですとかご家族の団体からもあの要望をいただいているところでございますでわれわれといたしましても、えー、この精神障害の方がです、ね、対象となっていないということについてはあの課題であるというふうに認識をしております、えーまあ、本来あの、まあ、この事業のようなですね あのまあ、生命や健康を守るための,その公費負担医療制度については、えー、自治体ごとにまあ独自に実施するのではなくて、まあ、国の責任において、えー、全国一律にまあ実施されるべきものであるというふうに考えておりまして、まあ、他の政令市とも連携をしてあの国に対してもあの要望しているところでございます。 えー、まあ現在あのお京都市の方で、えー、実施しております障害者医療制度につきましても、あの京都府のですね福祉医療費助成事業のあの補助を受けてあの実施をおいたしております。えー、でまああの現在その京都府の方の、えー、福祉医療費助成事業においても。 あの精神障害の方が対象となっていないということでございますので、えーまあ、本市がです、ね、単独で、えー、拡充をするということになりますと、えー、1級の方だけで,だけでもまあ約2億円の、えー、経費が必要になるということでございますし、まあ、あの仮にあの京都府の女性事業を の方があの対象が拡大をされて補助金が受けられたとしてもです、ねえー、精神障害の方まで拡大するということには、えー、ことはあの、まあ、約その半分、1億円の、えー、一般財源が必要となるという状況でございます、えーまあ、そのため、まあ、本市の現在の,あの厳しい財政状況の中では、まあ、非常に困難な状況であるというふうに考えております。以上でございます 委員長私もやはりあの公的な責任ということで、国の制度としてやられるべきだというふうに考えますが、それが整ってない下でも、ほとんどの政令して実施をされているという点から、本市としても試算もされていたりするわけですから、ぜひ踏み切っていただきたいということと、やはりあの京都府に、 求めれば、その半分っていうふうに、半分の負担で済むわけですから、そういったことなどもあの求めておられるかもしれませんが、さらに京都府に求めていただきたいというふうに思います,ありますこの件に関連して他にございませんか、えー、なければ以上で保健福祉局を終わります理事者おお疲れ様でしした委員の皆様はしばらくお残り願います。 次回の委員会でありますが1月12日水曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんお疲れ様でした引き続き政府委員長会議を行いますので副委員長さんはそのまま残り願います